皆さんこんにちは、松村美恵です。今日はセビリアの中心街のマエストランサ闘技場の前に来ています。で、ここからあっちにあるプエンテ・デ・トリアナというトリアナ橋を渡って、この目の前にすぐ川があるんですけれども、中心街を向こう側トリアナ地区に行ってみようと思います。このトリアナ地区というのはアリベニスの組曲イベリアの中のトリアナっていう曲があるんですけれども、そのインスピレーションとなった町です。ではこれが目の前にあるのがトリアナ地区です。そしてここにあるのがグアデルキビール、アラブ語で大川という大きな川ですね。今カヌーで通ってますけれども、そして後ろにあるのがポエンテでトリアナといってトリアナ橋です。これはエッフェルタワーを作った人と同じ方が、エッフェルさんが設計して作ったんですけど、一度失敗して落ちたんですね。でもう一回作り直しましたそしてこれすぐ上はさっきのマエストランサの闘牛場です。ここをきれいにして整備した後に降りてきたのは初めてなんですけど、実は本当に近く川があります。でここからセビリアがなぜ世界の首都となったのか、16世紀17世紀ですけれども、っていうのはそのアメリカを派遣して、たくさんの交易を始めて、そのたくさんの財宝が大西洋を渡ってヨーロッパに来て、セビリアに来て荷を下ろされたのがセビリアなんですね。だから世界の貿易の中心となった町がセビリアです。それですごく栄えたんですけれども、実は去年からですけれども、マゼランの世界一周の旅を記念したイベントがたくさん行われています。1519年に行ったので去年で500年ということで、実はここにあるのがそのレプリカなんです。ちょうど前なかったのに今来たらちょうどあったのでお見せしようと思います。こんなあまり大きくないですよね。これ一隻だけが戻ってくることができたんですけれども、初めは5隻の船で、マゼランとエルカノっていう人が行ったそうです。途中でマゼランはフィリピンで亡くなってしまったので、その2番目だったエルカーノがキャプテンになって戻ってきました。で、それがこんな小さな船で3年かけて世界を回ったそうです。すごくないですか。ものすごく小さいです。で、ここから出発して3年かけて戻ってきた、1隻だけ戻ってきたもののレプリカです。ナオ・ビクトリアって、ナオっていうのは船っていう意味ですね。で、勝利の船、500年って記念で、3年かけて2010年から22年まで500年記念でいろんなイベントがあるみたいです。239人全部で5隻に乗って行って、たった、18年しか戻ってくることがなかったっていう、ものすごい過酷な旅だったそうです。これにこんなのが5隻あっても239人ですか、乗れるのか、ちょっと不思議な感じがしますけれど、すごいですね。そのアメリカから財宝を積んだ船が戻ってきて、ここでいっぱい荷を下ろしたんですけれども、だからセビリアが世界の首都になりました。貿易の首都ですね。それで、あの塔がありますけど、あれは黄金の塔といって、あそこで黄金を下ろして測量して、どれだけの黄金を取ってきたかっていうのを測った場所です。夜はライトアップされてすごく綺麗です。そしてこの橋の向こう側がトリアナ地区といって、そのアルベリスの元となったトリアナの曲の元となった場所です。で、大体100年前の話なんですけれども、その頃のトリアナと今はちょっと全然違うんですけれども、まああっちに行ってみたいと思います。昔はここに橋がなくて、小さな船でここを渡っていて、渡るときには関税がかかるっていうやり方でした。
て、そこに、外から街の中に、物を運んで、そして、大きな手間がかかってたんですけれども、ここ、今、鳥穴橋の上にいるんですけれども、たくさん橋がかかっていて、本当にたくさんかかってますよ。何百メートルごとにバンバンかかってて、すごく便利になってます。で、昔は、昔って言ってもそんなに昔じゃないんですけれども、ここは町の中心の外の田舎って考えられていて、なのでたくさんヒターノとかが住んでいたんですね。で、それで16世紀からだいたいヒターノがずっとこの川の向こう側、町の中心から離れたところっていう意味なんですけれども、に住んでいて、でフラメンコっていうと、まあフラメンコアンダルシアが発祥の地ですけれども、フラメンコっていうとどこでもアンダルシアのどこでもあるって思われるかもしれないですけれども、そうではなくて、このトリアナとカーディス、サンフェルナンドのあたりの本当に全部で距離が120キロぐらいのとても狭いトライアングル、三角地帯で栄えたって言われるほど、ここがすごく重要な地点なんです。それでアルベニスが100年ぐらい前に、彼はカタルニア人なんですけれども、彼もいろんなところ世界中を放浪してここにも来て、フラメンコというものをいろいろ知って、そのエッセンスを散りばめた曲トリアナっていうのを作りました。で、スペインのピアノ曲っていうのは代表作がアルベニスの組曲イベリアっていうのと、グラナドスの組曲ゴエスカスですね。で、ゴエスカスは今ゴエスカスのすべてでシリーズで撮ってる最中なんですけれども、イベリアの方は12曲からなる組曲です。で、12曲あるのに12曲中のなんと11曲がアンダルシアのフラメンコだとか民謡を元に作られた曲なんですよ。だから私としては組曲アンダルシアって言うべきだと思うんですけれども、なぜか組曲イベリアっていう名前がついて、そしてスペインの代表作になっています。面白くないですか。で、カタルニア人がアルベニスはカタルニア人でしたけれども、カタルニアっていうのはバルセロナを主導するエリアで、今でも皆さんご存知の通り、スペインから独立したい独立したいって大騒ぎしてますよね。で、そこから来たアルベニスがアンダルシアのものをインスピレーションで作った曲が組曲イベリアっていう名前にして、そしてスペインの代表作にしているっていうのも、なんとなくおかしな話だなって思います。では、今トリアナ地区に来ました。後ろにあるのがマエストランサ闘牛場、さっき初めに撮ったところですね。それで、こっち側が黄金の塔、さっきの船があって黄金の塔です。すごく美しいと思いませんか。あれはマエストランサ、王立マエストランサ劇場、サントリーホールみたいな音楽するところです。ここのオーケストラもあります。そして闘牛場です。ここは本当に夜になったらライトアップされて、すごく絵になる景色です。そしてこの川はずっと降りていくと、カディスのサンルカデバラメダという町にから海につながってます。それでここでそのアメリカから運んできた財宝を下ろしたんですけれども、そのうち船のサイズがだんだん大きくなってきて、財宝をたくさんたくさん詰め込んで量が増えてきたんですね。それでこの川があんまり深くないので、船の底が削れて、せっかく長い道のりを戻ってきたのに、ここで沈んでしまうっていうことがたくさん起こったので、とうとうセビリアまで川を上がってくるのをやめて、手前のカディスで荷下ろしをしようっていうことになって、そこでセビリアの衰退が始まるんですけれども、16、17世紀はずっとその貿易のおかげでここの町はすごく栄えました。で、日本でいうと伊達藩の長谷倉瀬長がやってきて、400年記念のセレモニーを祝ったのが数年前なんですけれども、この
セビアの町まで来ることは許されなかったので、一個ちょっと手前のコリアデリオっていう町があるんですね。それでそこで彼らは港を降りて少し待って、で許可が出たのでセビリアの町まで入って、あの昨日ビデオも作ったんですけど、下にリンク貼っておきますけれども、セビリアのアルカサールというユネスコの、遺産にもなっているところで1ヶ月ぐらい滞在してスペイン王に会う許可を待っていました。すごくないですか、刀を刺したお侍さんがちょんまげをつけて、あのアルカサルでずっと1ヶ月住んでいたっていうのはすごく面白いなと思います。でその日本に帰らないでいた子孫がここに残って、その日本人が残ってもう400年ですけれども、ずっと子孫が今もいて、彼らはハポンっていう名字に変えたんですね。で結構たくさんいて、私も知ってますけれども、すごく優秀な人たちがたくさんいます。で、昔、ミス、エスパーニャでもハポンさんっていう女の方がいらしたそうで、すごく敬意を持ってみんなから接されています。すごく優秀な人たちだという認識にがあります。そして、彼ら猛虎斑が出るらしいです。赤ちゃんの時に。面白いですよね。ここはあの朝になるとやっぱり川が近いので霧がすごく立ち込めて湿気がすごいです。でもう本当に真っ白になっちゃって、すごい日もあります。このヤシの木とかなんか独特スペインって感じがするので、私はここの、あの景色がすごく好きです。で、このトリアナなんですけれども、トリアナ地区っていうのは、この、あの、16世紀からヒタノたちが住んでいて、別にヒタノ だけじゃなくて、普通の、いわゆるカスティリアーノと呼ばれるスペイン人も住んでたんですけれども、スペインの庶民たちが住んでいて、船乗りだとか、闘牛士とか、あの、も、ここにたくさんいました。有名な闘牛士もここから出てる人がいるんですよね。ちょっと私詳しくないので名前を覚えてないですけれども、でこれはあの50年代の話なんですけれども、フランコ政権の時に政府がこの橋一本渡ったらここに便利なトリアナ地区を開発しようって決めました。でだんだん人口がセビリアの町も増えてきたからなんですけれども、すると16世紀からずっと住んでいたそのヒターノの人たちは正式な住居登録書みたいなものを持っていなかったんですね。なので政府がじゃああなたたち出てきなさいって言ったら文句を言える紙もないので、そのままみんな少しの、あの家具を詰め込んでみんな一斉にどっかに出されて、そしてしばらくした後トレスミルっていう名前のたくさんアパートを建てたところに移動させられます、強制的に。でトレスミルっていうのは3000っていう意味なんですけど、3000個ぐらい家をたくさん建てたっていう意味のトレスミルっていうところで、今でもセビリアの市のあっち側なんですけれどもあります。それでそれまではトリアナ地区っていうのはアルベニス、あのヒターノがアルベニスが来たぐらいですから、何かすごくスペシャルなものがあって、あのフラメンコっていうのは口頭伝承で伝えていくあの芸術なんですね。あのクラシックみたいに楽譜に書いたりとかしません。であのおじいさんから孫へっていう感じで、近所のおじさんから一緒に住んでいる近くの長屋みたいに住んでいて、キッチンとかシェア、井戸とかシェアしてたので、そこでみんなで親戚、家族親戚でそのあの つなげていくっていうやり方でずっと続いてきたので、またあのトレスミルに行って普通の個々のアパートになってちょっとスタイルが変わってきたと思います。で昔のそのいわゆるアルベネスとかが見たトリアナっていうのは、みんな一緒に住んでその井戸とかキッチンとかを共同で使って、もう大きな家族みたいな感じで一緒に住んでいて、そして何か
誕生日があったら一緒に祝って、結婚式があったら一緒に祝ってって大きな家族だったんですね。だからそういうのが時代とともに今核家族みたいなちょっとなってきてるし、いろんなことが変わってきていると思います。この正面にあるのがカピレデカルメンです。これはトリアナのお守りというか、トリアナを守ってくれるマリア様の像があって、ほら今でも 見れますけれども、ここを通るたびにそこに入ってお参りするっていう人がたくさんいます。これは船乗りの守るためのマリア様っていうふうに考えられていて、ここは船乗りが多い町だったので、ここにこういうふうに作られて皆さんお参りしています。アンダルシアはマリア崇拝で、キリストさんよりもマリア様が大切っていうふうなスタイルです。すごい綺麗ですね。というわけで今日はトリアナ地区までお散歩してみました。ちょっと本当に暑くなってきたのでここで切り上げたいと思います。面白かったなっていう方はコメントといいねマークをください。登録してくださると嬉しいです。ではまた、さよなら。